はは、い、こんにちはソッカー塾のですまた財務省が増税のなんか先手を打ってきましたよ布石を打ってきましたよまあ国民1人当たり957万の借金があるそうですよ国債っていうのを国の借金って言い換えてますねもうバレてるんじゃないですかこれあでも池上彰さんがこれをね否定しないからこれをね用意書するから誤解する国民は増えますよね池上彰さん人気者なんでねその人気者の立場を利用されてるわけですよ 残念、池上さん。もう分かってるでしょ、池上さんも。こんな偽情報に騙されてはいけません。良い質問ですね、って言ってあげてください。それではですね、FNN プライムオンラインの方から記事の方を読んでいきましょう。では、入れ替えます。えー、こんにちは、っか塾のコブです。まあ、予想通りと言いますか、財務省がまたね、こんなふざけたことを言ってますね。これ この理屈、国家破綻論なんて信じてるのもすでに財務省ぐらいのもんなんじゃないですか財務省の中のね、方もね、信じてないけども、立場上、しょうがなくこんなことを言ってるんでしょうね。新型コロナ対策で国の借金過去最大とか言って。これ国の借金じゃなくて政府の借金ですからね。しかもこの借金っていうのは違うんですよ。借金って言い方するかわかしいんですよ。これは国債の発行額でしょ。 国債っていうのは借金じゃないですからね。なんでこう国の借金っていう使い方を未だにするのか本当に全く分かってないというかね。うん、それよりも国民を洗脳してる、しようとしてるんでしょうか。もうバレてるのに。あの、自民党のね、西田参議院議員とか、それから三橋隆さんとかね、えっと、藤井教授とかね、いろいろ言われてますけども、これもうね、諦めた方がいいんじゃないですかね。国債っていうのは財政出動の記録が書いてあるだけで、借金というものとは全く違うと。 ただ、借金と言いたいんだったら言ってもいいけども、その借金っていうのは10年国債で、10年後にまた新しい国債、新規国債を吸って交換してるわけでしょ。だからこれ無限国債ですよ、はっきり言って。無期限国債ね。全く元本返す必要がないというか、返すって言い方もおかしいですね。単なる国債っていうのはそこに記録が書いてあるだけなんで、返す返さないっていうね、そういう風な概念じゃないんですよね。まあ、記事の方を見てみましょうか。国の借金が30兆増えて、過去最大を更新。財務省が発表した、 9月末の国債と借入金などを合わせた国の借金は、かっぱかなこと言ってますね。1189兆9160億円と、6月末に比べ,比べて30兆8871億円増えた。も仮に借金だというんだったら財務省の職員の給料を減らして、経費に当てたらどうですか。ねは新型コロナウイルス対策で補正予算を編成し、国債を増発したことなどから過去最大を更新している。 だからどうしたんだって話ですよね。このうち国債は1000トンで4兆8140億と初めて1000兆円を突破した。単純計算する,するなっての、単純計算を。生きがめやけらか、お前は。単純計算すると国民1人当たり957万円の借金を抱えている計算になる。逆でしょこれも。国民1人が957万円平均して政府からね、お金返してくれっていう権利があるんですよ。 だから、これね、国の借金って言って、さらに国民から取り上げたら、財政破綻するじゃないですか、本当に。<laughs> それが本当の財政破綻ですよ。だって国債ってものを借り方貸し方でつけてるから反対側に所得が生まれるわけじゃないですか。ね、マーケットにお金が流れるわけじゃないですか、国民に。じゃあ国民のお金取り上げちゃったらね、税金で。あの、国内からお金消えるわけですよ。うんで、消えたらどうなるかってことですけども、誰もいいことないんですよね。で、国債っていうのは、 誰かが買い取ってくれてるでしょで、国債には金利が付くでしょ要するに国債を持ってる人は儲かるわけだ。ね。じゃあ国債が全部なくなっちゃったら、儲かる人がいなくなっちゃうんですよ。そういう二つの意味でね、国債を召喚するなんて馬鹿な話だと思いますし、この1000兆円どころか2000兆円どころか3000兆円だろうが、いくらでも膨らんでいいわけですよ。これはね、財政出動の記憶ですから繰り返しますけどまあこういうことがね、私ごときでもわかるのに、 財務省ってのはどういう人間がやってるんですかね財務省の人とか、財務省の家族の方とかね、ちょっとね、考え方を変えた方がいいんじゃないかなと私は思うんですけどもね。うんうん、ということで今日は以上になりますね。ちょっと財務省、財務省、財務省もうこのワンパターンやめてくださいよ。増税したいわけでしょ増税してもいいことないですよ。財務省職員の方が増税したからといってね。あまりにも、うーん、虚しい。 この国が壊れていくことに手を貸してるわけですから。それからね、このニュースを掲載してる、えー、FNN プライムオンラインね、反省した方がいいですよ。こんなものを鵜呑みにしてそのままね、右が左に放送して。ここにね、プライムオンラインの担当者が個人的な見解を入れてコメントしてください、コメンテーターさんが。 ね、こんな、また財務省は嘘言ってますよと。こんなインチキ未だに通用すると思ってるんでしょうかみたいな。そんなナレーションつけてもらわないと、これをね、変更報道のお共犯だというふうに言わずして何と言うのかと。うん。池上彰さんも、まあね、わからない頭じゃないと思うんですけども、国民一人当たり借金が900万円ありますとかって。池上彰さん、ね、頼みますよ。そこら辺は。全く分かってないですね。池上彰さんはね、西田昌司さんと、 それが山本太郎さんとね、もうぜひ早く会って、あの、ご自身の言ってることをね、恥じた方がいいと思います。国民の敵ですよ。ねえ、もう池上彌さん。池上さーん。